ちょっと待って、右上あれハウスかな。ハウスくせえよな。いやでもあのアイテム欲しいっしょ。これはどうなんだろう。あーこれはハウスでね、これ間違いなくハウスだわ。はっはっは。おい天使が降ってきたおい天使が降ってきたぞ。おい経験値クソ稼げるやんけこんなの。おいでおいで。あ、急所に当たってる。いいねいいね。ピカチレベル上がった。技覚えた。なんだ、叩きつける。でも叩きつけるはね、大したあれではないんだよね。この4個だったら明らかにいらないわ。おい、いらないいらない。命中率低いしね。オッケー、オッケー。でピチピチレベル20になって、ちょっと待ってね、みんなみんな堂々の攻撃 しないで控えて控えて。怖い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 。ナイス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 。いいよ。あーでもちょっと光、ちょっとピチピチ上行っとけ。うまい、みんなうまいよ、素晴らしい。ちょっと待って、光光に連結当てて、連結当てて、オッケー。なあ、もう完璧に動いてくれる君たちが俺の思ったように動いてくれるみんなが。あ、ちょっと待って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 。あ、ラッキー。これはラッキー。よし、オッケー。あぶねえ。ふぅ。ふぅ。おい。これなんだろう。電気波とか。いや、つ当たりだとマジか。神。神やんけ。賢さが。もうレベル1ダンジョンは賢さがゼロなんで、この技マシン要は最大ダメージが出るんですけど、そのダメージなんと45、固定45ダメージとかいう、これレベル1ダンジョンではもう神の技マシンなんですけど、やべえマジでか、熱い。これは絶対にいるし、誰に覚えさせよっかな。うん、自分が覚えてた方が多分使いやすいけど、でももう俺の攻撃45超えてんだよな。なんかね、2つ連結させて90固定とかだとめっちゃ強いと思うんだけど、1個だと微妙なんかな。もうちょっとね、序盤だったらめっちゃ使えたのかもしれないけど、もう遅いのかな、まあ、とりあえずピチュイチの攻撃手段が少ないし、まあ、ピチュイチに覚えさせておくか。シッポールの代わりに固定45でかいっしょ。とりあえず覚えさせておこう。よし、防御力下がりすぎてんな。ちょ、降りるわ一回。サーナイトが全然出ねえ。あれお店、お店じゃない、お店あんじゃん。いいね、やまびこ。あ、なんかライボルト出てきたぞ。悟空よ、お店見に行こうぜ。お店とりあえず品揃えだけでも確認しに行こう。あー久しぶりだな店長。友達リボン落ちてる。リゾチームか。幸せの種、ナイス。防御スカーフ、防御力上がりますみたいなやつ。光の弾もいいっすね。防御スカーフ、防御が上がる。なるほどね。俺お金いくら持ってんだ。お金、あ、めっちゃ持ってんじゃん。じゃあ買うかじゃあ買うか。こんだけお金あるなら。もうサーナイト出ないのかな。おい、かなりレベル上がったな。でもちょっと一応、でもまあ一応ね、あ、近いねいやでも高速移動ねえんだよな。高速移動がねえのよ。だからちょっとさすがに危険すぎるよね。まあ、とりあえず、まあ、リゾチームは特攻でしょ。まあ、いるでしょ、いるでしょ。いただきます。うまい。幸せの種と、あとリゾチームだけ飲んで、まあ、防御スカーフ、まあ、一応光の弾持ってくか。持ってくかってなんだよし行こう。301ポケで買ってます。あ、どうぞどうぞ。あ、とんでもないです。こちらこそありがとうございます。お客さんが、お買い上げの道具は12300ポケになります。よろしいですか。よろしくないですね、全然よろしくないですね。行くぞ。よし、あ、ちょっと待って、ピンポン来た。アマゾン来たわ
このタイミングで。あーすいません、ちょっと荷物受け取りました、アマゾンの。あ、こっちはちゃんと買ったんでこっちはちゃんと買ったんですよ、本当に泥棒じゃなくて。で、なんだっけ、忘れちったじゃねえかよ。とりあえず待てよ、技を変えます。ピチュイチュの8つ当たりオン、そして、まあ、ゴルニーはいいとして、ピカイチのメロメロオン、ほんで、技だけ使うに変更と。これで、まずは俺が金縛りで危ない、動きを止めると。オッケー。そしてそこに八つ当たりマジで八つ当たりじゃねえか、勝手に物盗んどいて怒られたら切れる。逆切れな、逆切れって技の名前に変えよう。あー、いかん、ピカイチ麻痺が解けるのが早い。でも大丈夫、なんとか耐えたな。メロメロを打つでしょ、これ次のターンピカイチがメロメロを打っていいね。で八つ当たりが入る。で、ちょっとメロメロの PP もマジでもったいないんで切っといて、まあ、電気ショックあたりに変えとくか。で行くよ、水の中。電気ショックナイス、2しか食らわねえ。八つ当たり、いいぞ、メロメロ、そのままメロメロにしとけ、メロメロにしとけ、そのまま。電気ショックが2、1しか食らわねえ。麻痺した、ナイス、倒した。もう強すぎるよーし、よーし、いいリハビリになったなめっちゃいいリハビリになったわ。オッケー、やっぱショック療法だな。よし、とりあえず気逃すとな。いやー強くなってるわマジで、俺がマジで強くなってる、めっちゃレベル上がったわ。大きなリンゴありがてー。いいよ、 PP マックス来た、ナイス PP マックス。先に言うことで PP マックスサイドに圧をかけた。また経験値がそこそこ多いみたいなやつが出るまではガンガン降りていくぞ、トントンと。あーすごい、なんかいっぱいいるじゃないの。いや、トントン、倒せるね、倒せるね。どうしよう、どうぞ逃げるな。経験値ちょっと美味しいけど、いっか、いいやな、使っちゃおう。オッケー、強すぎる、強すぎる。てか気逃すさ。あー、まあ技使って120か、まあまあ。あ、オレンの実だ、オレンの実はありがてえ。ちょっと待って、どうすっかな、オレンの実持っていきたいよね。幸せの種使いてんだけど、俺のレベル上がんねえかな。強さ見る、あ、俺レベル上がるわ。で幸せ使うか。あ、じゃあいろいろ紆余曲折あって死んでもらうことになったわ。どうぞ、すまねえな。オッケー、きたー、あー、レベル上がったー。聞いてたろうな、今後ろで後ろを向きながら聞いてたろうな、多分な、俺たちの会話をさ。あ、やばいなと思ったろうな。あ、ちょっと待って、これやばい流れじゃないって思ってた。どうぞ、幸せの種は俺がもうすぐ食べると。そして連続で、あー、レベル上がった、きた、いいぞ、声も枯れてきたね、調子いいね。さあ、きた、 PP マックス出ましたね、 PP マックス、ありがとうございます。よしよし、圧をかけていく、薬さんサイドに。PP マックスで なければいけない圧。はいはいはい、まだいんの。え、綺麗花がまだいるってことはさ、サーナイトワンチャンまだ出んのかな。ずっと綺麗花がいるんだよな。クラワン6しかクラワン、ははははは、よしよし、ちょちょちょ、はよ、俺パワー、パワーイズパワー。あー、出ましたね、 PP マックス、ありがとうございます。さっき全然なかったのにめっちゃ出始めたな。頭とか使っちゃおうかな。ピカーン、いいね、拾うと。やば、 PP マックスがめっちゃ出る。あ、 PP マックスがめっちゃ、キトさん40回、よーし、2時間半ぐらいレベル上げしておく。リンゴ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 ください。あ、ププリンだ。いや、なんか意外と強いみたいなパターン。あ、全然ダメージがない、これ。おい、なんでここで急にププリン出てきたんだ、かわいいね。飛びつきの弾、電撃波、電撃波、電撃波いっちゃう、電磁波の代わりに電撃波いっちゃうが、いっちゃうよな、これはな。だってもう金縛り2人も持ってんのに電磁波いらんでしょ、電磁波 50% らしい、確かいっちゃうっしょ、これは。固定砲台が2つできた、使う、ピチュイチ
ちいちに電撃波を覚えさせると。はい、きたー、強いぞこのメンバーは。強い、お金もしっかり拾っていく。使わないけど使わないけどな。タウリン、いやー、サーナイトでレベル上げしてめっちゃ軌道乗ってきた。なんかアイテムの出もいいし、なんなら石がちょっと溜まってきたし、いいよこれは、かなりいいよ。やだそれは、やだそれは、やだ、倒して倒して、オッケー、ほいほい、ターボー元気かな。ターボー、ターボー進化させねえと。おいおい、なんかいじめられてんだけど動けないんだけど、こっから出してくれよなんか日頃の恨みをなんか晴らしに混乱してるからっつって何しちゃってんの俺が。リンゴリンゴ、あ、幸せの種ですね。目つぶし、目つぶし食うか。うまい、いかーん思ったより潰れた、思いのほか潰れたわ。あぶね、はっ、ポポッコ、ポポッコだ。あ、なんかちょっと嫌な予感すんな、こういうかわいいポケモンほどは危ないみたいな。あ、経験値も大したあれじゃない。降りちゃおう。あー、やばい、どうしよう、調子に乗ってるな自分でわかる、俺は今すげえ調子に乗ってる。やばい、なんかあらゆる飛び道具が、あらゆる飛び道具があるぞ俺の手の中に。いやー、でも飛び道具は持っておきたいわ、正直、正直持っておきたい。ピピマ使っちゃおうっと。うわ、贅沢、すごい贅沢じゃん。これごくごくっつって、これに、え、うまいね、幸せすぎる、マジで幸せなんかテンション上がってきてんな。いいね、調子出てきたな、幸せすぎる。お、ピカイチがもう43でレベル上がるやんけ。じゃあすぐ食うか、これは幸せすぎるだろう。よし、行くぞピカイチ、一匹倒そう。誰だ、お、残っち、残っち来たな、残っち、久しぶりじゃない、久しぶりじゃない、残っち、俺悪いんだけどピカイチの糧となってくれ。逃げるんじゃない、逃げるんじゃない、残っち、よし、おい、レベル上がんねえじゃないか、残っち弱すぎて、残っちの経験値がかすすぎてレベル上がんねえじゃないか。俺ナイス、きたー、ピカイチレベル21からのよ、幸福は続く、幸福は続くぞピカイチ、幸せの種をくっ、きたー、あー強い、マジで強いわ、やべえ、自信に満ち溢れてる今。俺はこのダンジョンを突破する、金もあるぜ、使いもしねえ金がよ。え、店出せ店、ほら来た、のこじ、のこじ来たな、やばい、のこじが怒ってる、のこじをバカにしすぎてのこじが怒ってる。大丈夫か、1しか食らうね怒りのパワーを持ってしても1しか食らう、怒りじゃないんだよ力というの、腕力よ、ただただ、あーすごい、とろけるププリン、やばいねこれ、とろけるププリン販売しようぜこれ、ファミリーマートで販売しよう、とろけるププリンを、うますぎる、うますぎるじゃねえ、かわいすぎる、もう食った気になってる。へへへ、ほら行こう、ヘアー、ヘルガー、ヘルガー注意報、大丈夫か、うーん、ちょっと怖いじゃん。いやー大丈夫だろ、おれー、トーン、きたー、ピチューチもレベル上がったね、嬉しいね、嬉しい、うー、よいしょ、もう俺このダンジョン6時間ぐらいやってないっすかなんかめっちゃやってるよな、5、6時間経つべ、こんだけやるとやっぱちょっとおかしくなってくるんだよな。外すなよー、はっはっ、オッケー、これが強いんだよな、トゲ打ってパンチがマジで強いから。あっ言ってるそばから来んなよ、ちょっと待って、でもやめろやめろ、フォーン、ちょっと待ってよ、うーん、まあ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 別にそんなあれですよね、ヘルが大したあれでもないんで、これ起きないのか、ラグトリオ寝てんじゃん、
隣でヘルガが戦っても気づかねえや。だったら普通に倒せる。はい、ターン、オッケー。で、いやー、ピチュイチ、そのムーブはノームーブだわ。そのムーブはノームーブ。待って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 、八つ当たりせえ、もうなんかもうなんかわかんないけど八つ当たりせえ。あいつも今なんか 寝てるとこ起こされてイラついてると思うけど、でもこの技やっぱ逆ギレだから。よし、ピチュイチ逆ギレしろ。俺は木の枝を打つ。なんで当たんねえんだよ、やだ。のマグニチュード本当に打つんだよ、マジで。本当マグニチュードマジでマジで打つの。二度とダグ取るよ、本当。いえーかー、つえー、うお、つえー、逆ギレが強すぎる。ナイス逆ギレ、ピチュイチ。ちょっとここダグ取りをゾーン入ってっからサクッと抜けた方が良さそうっすね。はいはい、どんどん行くよ。49、アイテム確認し、どうしよう、戦うべきなのか。アイテム結構あるぜ。お前その射程圏内29しか食らいやしね。あーあー、念のため金縛り、そして前に来て殴り、アリ地獄ってなんだっけ、なんかやってきた、あれなんかやってきた、全然当たんねえもんで、やだー、本当にごめんなさい、マジで本当にごめんなさい。倒せるよな。はい、いやなんか食らわねえこいつ、硬えな。おい、危ねえ、結構ガバプレイだったの今。 PP マックス、 PP マックスはもう持てないよ。土人、土人、幸せすぎる、幸せすぎるな、マジで生きててよかった。トン、アイギンハリー、ヨンフォン、怖すぎるおい、銀の針が丸マインになった、やだ、お前だけは、お前だけは本当に怖い。ちょっとみんなで倒して、みんなで倒して、もうちょっと技使おう。これはいけないわ、これはいけない。こういう時にやっぱ八つ当たりよね、こういう時はやっぱり八つ当たりでしょ。電気ショックとか全然食らわんのかな。でも今回今一つでもそんなにあれか、電気キャーの方が強い。ちょっと早く蹴りつけたい、電気キャー、あ、強っ、ちょっと丸マインなんかよりもずっと怖いやつが後ろを歩いていた、そのことに今気づいてしまった。もう振り向くことはできない、怖すぎる。誰、えっ、プクリンだ、プクリンだ、すっごい、なんかもう丸、なんかプニプニでかい、そしてそしてでかい、プクリン、かわいいプクリン、おいかわいいおいでプクリンなあ、ちょっと待って、怖い、これおい使っちゃう、メロメロボディだ、これはメロメロボディすぎるこんなボディされたらメロメロになるわな、こんなヤワ肌に、持ち肌に触れてしまったら、ちょっと俺め、もう何もできんぞ、何もできんぞ俺は、ちょっと指示を出すこともできん。ナイス、自力で倒した、いいよ、レオモアメロメロだ幻影にメロメロになるな、もういないだろお前の目の前には、取り憑かれていたの今、降りちゃうよ、マルマインがいなくなるまで降りる、まあ、せいぜい5回ぐらいだろ。お店近いなんでこんな近いんだよ、やらざるを得ない感じになるだろう。リゾチーム、お前幸せ、空腹の種、はあ、買う、普通に買うか、買おうぜ。いやちょっと遠いか、123456、いやちょっと遠いな、これは遠いわ、幸せの種普通に買うわ。もう今日見せ場作ったしな今日店は、俺一回もちゃんと買い物したことなくないっすか、なんならたまには買ってあげようぜ、かわいそう、幸せ、やべえこのフロア幸せに溢れてる。でも丸前にいるからね、気をつけなね、値レベル上げたいんだけどな、あ、415だ、ちょっとここで、いやでもちょっとそんなことやってる暇あるのか、私で
あ、怖い。ウツボットだ。え、ウツボットなんて見たことあったっけ。あん、聞かん、聞かんのじゃ。ほれこの野郎、暗いこの野郎。打ってこい、葉っぱがあったこら。し、110。待って、もうちょっとレベル上がる。一応来て。はい、まひ。ピチューかわいい。お、やべえ、うちのピチュー1、ピチューか1かわいくないですか。来た、レベル上がった。あー、レベル上がった。いいね、ゴルニー。さらに、君にはハッピーチャンスよ。幸せの種負けちゃう。ちなみにゴルニーは、もう6000か。でもまあまあ6000か。そんなに変わんねえんだな、やっぱな。食え、来た。あー、レベルが上がった。よし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 。あ、なんだあいつ。マリルリ。あ、ちょっと待って、マリルリはね、なんかすごくやばいって聞いたことあるんだよね。マリルリはすごくやばいって聞いたことがある。マジで。いやいや、やばすぎるだあいつ。お前だって左の脇腹に銀色のトゲぶっ刺さっても意に介してねえもん。あいつやべえよ。歴戦の猛者だろ。やばい、あいつは関わっちゃいけないタイプだな。早めに、ちょっとでも早めにしても、えっ、まずい、バレた。まずい、バレたんじゃないか。ほら、あっ、全く意に介さない。なんだあの化け物は。触れてはいけない、あいつには。ちょっとダメだ、こんなところでマジで泥棒はいかん。これはさすがにマジで買うわ。お金めっちゃあるしな。俺に幸せの種食っちゃえ。俺よりレベルが高くなっちゃうな。召し上がれ、うまい。あー、レベルが、あ、新しい技覚えた。あ、出た、伝説の技。このゲーム一強いとも言っても過言ではない。嫌な音。これは尻尾を振ると交換して連結箱持ってんだよ俺。あ、ちょっと待てよ。でも、あ、どうすかな。いや、あ、まあいいや。とりあえずこうして、あー、レベルが上がった。連結したいな。でも俺も次覚えるってことじゃん。じゃあ特攻はピカイチでいいや。俺ピカイチなんかよく避けんだよな。かわし癖がついてる。かわせって言われすぎて、かわし癖がついてるよピカイチ。これ、まあ、これだけで、ね、とりあえずいっか。よし、お客さん、お買い上げの道具は9000ポケになります。よろしいですか。よろしくないですね。全然よろしくないですね。高いんだよお前の店。行くぞ。まずは技、ピカイチメロメロでしょ、からの八つ当たり。嫌な音、まあ、一応かましばにしよっか。で、技だけ使う、技だけ使う。で、あ、ピカイチメロメロ打つから俺下行っちゃっていいか。オッケー、ナイス、メロメロ。で、ピチューチ左下クール。で、逆入れしよう、逆入れ。あ、ミスター、メロメロ2回打ちた。待って、メロメロ1回ちょっともったいないから外して、電気ショックでもしとっか。マヒロかもしれないしな、もしかしたら。オッケー、で、俺は下に行く。電気ショック、ナイス。からの、やつ当たり、逆入れしよう。メロメロが取れた。やめて、何が起きた。かわしたのかピカイチ。なんかわかんないけど、かわしたのか。危ねえ、危なかった。今のは危なかった。メロメロにして、ちょっとそいつ倒してくれ早く。やつ当たりで、おら、つえ。もう一発か、もう一発くらいでいくか。メロメロ外す、メロメロ外して、一応電気ショックつけて、俺行くよ、電気ショック。いいよ、マジした、ナイス。やつ当たり、倒して、倒せ。よしあとは下から来ないことを祈って。